皆さん動画の視聴ありがとうございます。DeFers 株式会社の西崎です。私は普段 IFA 独立系の金融アドバイザーとしてお客様からお金や投資の相談に乗っています。楽天証券投資ルではやってはいけない資産形成や5万円で買える米国高配当株式などのコラムも連載をしています。もしこの動画の内容を良かったと思ったら高評価やチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。えー、今回お話しするのは波乱相場、優待投資、損をしないための3原則。 資産形成の正解は人それぞれです。一方で、えー、多くの人が失敗してしまう運用の考え方ややり方があるようです。このシリーズでは資産形成の始めたばかりの人が陥りやすい失敗事例を取り上げて、やってはいけないことをわ、えー、かりやすく解説をしていきたいと思います。で今回まず、えー、お話ししたいと思いますのは、お悩みとして、えー、気になる優待銘柄を買いたいけれども、相場の動きや不安。 それに対して、カラン相場では、では有体投資はどう立ち回ったらいいのかということをお話ししつつ、まとめとして、これらまでの相場とは変わる可能性を考慮して、波乱相場ーに立ち向かうべきということをお話ししていきたいと思います。今回のお悩みですけれども、今回ですね、原田さん、50歳の方はですね。この方、書店で有体銘柄特集の雑誌がたくさんあったのをまずちょっと見かけたと。 まあ時期にもよりますけれども、やっぱり幽体の時期とかになってくると、まあ時期っていうか多い時期は9月と3月ですね。この話の中でよく出てきますけれども、結構幽体特殊ってすごい出てくると思います。まあ実際ですね、やっぱり幽ってすごく、まあ今でも、まあ日本人にというのはまあ日本ぐらいしかあんまりないですけれども、株式優待の優待っていうのはすごく人気があるものになっています。 で、実際に、えーまあ、優待まの権利用ちが多い月だと思って、えー、まあ、一回に、ま待、あ、こう、優待ーーを買ってみようと思って、雑誌を買って買いましたと。で、実際にですね、花田さん、あの、通常のいわゆる積み立て投資とか株式投資っていろいろやって、あの、来たりはしてたんですけれども、まあ、優待投資っていうのはあんまりされたことがなくて、ま意、あ、識しないと優待を狙った投資ってしないと思うんですよね。なので、すごい新鮮に感じられて、まあ、興味を持ったっていうのが、まあ、今回のお悩みの、まあ、きっかけになっています。で、何を悩まれてるかというと、 まあちょうどですねあの相場の方を見ていくと、ずっとあの積み立てをしてる方、長らくしてる方っていうのは、すごく資産が増えて順調な方も多いと思いますし、あ今年の年初ぐらいからですねやってる方なんかも、すごく相場の方ですね、株式もそうですし、為替もですねあの上下動きありますけれども、比較的、ですねあの為替の利益も出てる方っていうのも多いんじゃないかなと思います。 ただですね、やっぱりこういったものが上がったものが下がっていくタイミングですね。相場が下落して、まあ、調整をしているのか下落トレンドなのかはまた別にして、まあ、そういう動きがあるとですね、ちょっと様子を見ようっていうこと、あの、されている方多いんじゃないかと思います。まあ、ただ大きく上がってた銘柄が、まあ、下がってくるような、そういうタイミングっていうのは、やっぱり相場っていうのはですね、あの上下に大きく動きやすくなります。まあ、トレンドが変わったりとかですね、あの、思った動き方を、えー、これまでとは違う動き方でしたり。 まあいわゆるですね、相場自体が波乱に起きやすいという状況になってきています。まあそういう時にですね、普段とは違う投資、もちろんこれまでしてる投資にも不安はあると思うんですけれども、新たなですね、優待投資っていうのを言うタイミングなのかどうかというところをちょっとお悩みされてます。なのでそういった時にですね、何をもとに考えて、まあ優待銘柄を買うか買わないかと、まあ要するのかっていうのを判断していけばいいのかということをお話ししていきたいと思います。 まずですね、この波乱相場、優待投資損をしないための3原則ということで、どういうときにですね、まあ、こういうときの株式相場の波乱相場で、優待投資どう立ち回るべきか、まあ、先ほどお話したように、9月と3月というのは、優待が特に注目されます。まあ、大体毎月、優待銘柄っていうのはあるんですけれども、圧倒的にこの2つの月が、あの優待を出している銘柄がです、ね、多い月になっています。 で私もこの優待投資に関しては何度か記事を書いてるんですけれども、まあ、今回はですね、あの、こういった株式が乱高下するような波乱相場と、まあ、上がったり下がったりするような時に、まあ、今後そういうふうになるんじゃないかと予想するとき、まあ、皆さん不安になってくるとですね、まあ、結構大丈夫かなと、どうなるかなと、よくあると思うんですね。まあ、そういう時に優待投資を狙うんだったら、まあ、どうしたらいいのってことをお話をしていきたいと思います。まあ、ちなみにこれまで書いた記事なんですけれども、 一つはですね、やってはいけない優待投資損をしないための鉄則参戦ということで、こういった内容を書いています。二つ目に優待投資始まる前にしておきたい注意点参戦ということで、まあ、注意点として三つですね、挙げさせていただいております。で最後にですね、三つ目として、株主優待損をしたくない人を知っておくべき三つのポイントの優待投資のですね、活用法についてお話をさせていただいている記事もありますので、もしよろしければこちらもご覧ください。 で今回ですね、えー、お話しするのは波乱相場で損をしない優待投資の3原則ということで、まず一つ目ですね、優待銘柄のやっぱり株価動向に要注意と。まあ、優待銘柄に関してはですね、やっぱり株価についてあの気をつけようという話はあのよくさせていただいてるんですけれども、じゃあ何を注意しないといけないのか。まあ、実際にですね、あのまあ、こういった相場っていうのは、いわゆる解体いい優待銘柄っていうのが、まあ、結構ですね、株価が下がってきてるというタイミングっていうのは、買いやすくなったなと。 思って買う人って結構多いんですね。ただ、まあ、これまで上がってた銘柄が下がってくるということは、まあ、動き方が変わってくるというところは、まあ、思った以上に下がる可能性っていうのもやっぱりあったりします。やっぱりずっと上がってた銘柄、調子が良かった銘柄が、まあ、そうじゃない動きをするっていうのは、やっぱりそれなりの理由が出てきますので、まあ、もちろんそこが一時的な下落であればいいんですけれども、もう一段大きく下がる可能性があるってところは当然考えて投資はするべきだと思います。いわゆる安易に飛びつかないというところですね。 なので、まあ、これですね、基本だと思うんですけど、その株価の動きだけですね、見て投資判断するっていうのはあの要注意、もちろんテクニカルな分析をして、過去の値動きから見て、このくらいまで下落すればという分析だったらいいんですけれども、私たち結構お客様とお話ししてると、まあ、ちょっと思ったより下がったから、この辺だったら買いやすいかなっていうふうですね、結構感覚的に買ってしまう方っていうのはいらっしゃるんですね。まあ、結果的にそれがいいかもしれないんですけれども、まあ、やっぱりですね、あのなんとなくで株式を買ってしまうと、 まあそれですね、あの今度なんとなくで売るのかっていう話にもなりますので、まあ、自分なりのです、ね、理屈を考えた上であの株価っていうのは見ていただけたらと思います。なので、注意点として3つですね、覚えていただきたいのは、下がっている理由ですね。まあ、特にあのこれまで大きく上昇している銘柄っていうのは、その反動もある可能性があります。まあ、もちろんですね、維持的な下落であれば、あまり下がらないっていう可能性もありますし、もし決算が、わかりやすいのは決算がです、ね、急に悪くなったとかですね、なんかこうネガティブな情報が出たっていうことであれば、 まあしばらく調整する可能性というのは十分あると思いますので、まあ、それが上昇が大きければ大きいほど、その反動は大きいというところですね、ご注意いただけたらと思いますし、で何よりもです、ね、やっぱ優待投資っていっても、基本的にはやっぱ株式投資、になりますので、まあ、結構中には、ですねこう優待銘柄が買いやすい、まあ、これ買ってれば、優待たくさんもっくるから、それでいいんだっていう方もいらっしゃるんですけれども、まあ、とはいえ、ですねこれ、配当とかも一緒ですけど、あのそれ以上にですね、まあ、いわゆる配当優待のメリット以上に、 まあ株価が下がってしまったら、当然意味がないわけですね。まあ、精神的な満足度はあるかもしれないんですけれども、まあ、トータルの収支っていう面で考えれば、やっぱり株式投資なので、あのいいタイミングとか状況であんですね。まあ、結果論かもしれないですけれども、ご自身でちゃんと判断をして、短期的なまあ投資ではなくて、できるだけ長く持つことを考えて、まあ、投資をぜひしていただけたらと思います。で、この二つ目ですね。優待投資の三原則の二つ目っていうのが、 まあ、優待が継続されるかですね、企業の業績を確認していきましょう。特に波乱相場でですね、要注意ということになります。これなぜかって言いますと、まあ、優待銘柄の株価がただ下落したからといって、まあ、必ずしもですね、あのー、まあ、企業の業績の見通しが悪いというわけではないと。まあ、相場全体の理由かもしれないですし、まあ、短期的に上がりすぎてたから調整してるのかもしれないですし、まあ、いろんな理由はあります。ただですね、 あの、企業業績っていうものに関しては、優待を継続されるかどうかっていうのに非常に、あの、つながってきます。まあ、優待っていうのは当然会社からするとですね、あの、昔はこう株主数を増やすっていう目的で、まあ、優待銘柄っていうのは、あの優待を出してたりとか。まあ、最近はどっちらかっていうと、ブランディングとかですね、報告効果などを狙っている企業も増えていると思うんですけれども、 まあ、優待をすることによって認知度を上げるようなですね、あの動き方をしています。ただ、業績が悪くなってくれば、まあ、当然ですね、あの、そういったところは、ま、解説すれば経費の一部になりますので、まあ、いわゆる広告効果を狙ってるんであれば、広告費っていうのは一番業績が悪くなると、こう、削られやすい分野にもなりますので、なかなかですね、そうなってくるとなくなってしまう可能性も、ま、出てくると。 であのー、実際です、ね、ただ企業業績がいいときって株主優待ってやめづらいというか、ですねあの下げる理由ってあまりないと思うんですね。株主だってデメリットですかでもしもともとやめたいというふうにです、ね、あまり効果が薄くなってきたらやめたいと思ってた企業であれば、まあ、業績が悪くなってきたというのはです、ね、正当なこう理由になるわけですね、優待をやめる。そういう時っていうのは、やっぱり企業業績によってあの優待も左右されて、まあ、少なくなってしまうとか、そもそもなくなってしまうっていう可能性はもちろんあります。 まあ、そもそも株価にも影響もありますので、実際こういうところの企業業績はですね、まあもちろんチェックしておくというのはすごく大切だと思います。で実際にですね、まあその企業だけの企業業績が悪いだったら特に、あの、なかなかすぐにですね、あの、優待やめないかもしれないんですけれども、そこは全体が悪いなっていって、もし景気が悪いという話になってくると、優、ま、待、あ、っていうのは非常にやめやすい話になってくると思います。まあ直近で言うとあのコロナとかですね、あの、た時っていうのは優待やめた企業ってすごく多いと思うんですよね。 すごく人気があった勇退とかも、まあ、状況が変わって、優待時代がなくなってしまって、まあ、復活している企業もあるかと思うんですけれども、まあ、そのまま勇退をです、ね、復活させてない企業というのもあると思います。なので、つまり自社だけじゃなくて、他社もです、ね、業績が悪いという状況は、より優待、ね、をやめやすい状況になっていると。まあ、負担が少なければあの、継続するかもしれないんですけれども、まあ、あくまで,です、ね、企業ですから、利益をこう追求していく会社になりますので、必要なければ当然やめるということはあり得ると。 いうところをぜひ念頭にしておいていただければと思います。三つ目としては、この優待内容の将来的なメリットですね、を確認して、ぜひやっていただけたらと思います。まあ、実際にですね、世の中の景気がこう後退していくことが予想されてくると、あのご自身の収入が減る可能性というのは十分あると思うんですね。でね、波乱相場って言っているところは、なんで波乱相場でこういうお話するかというと、相場がこう、特に株価が下落していくようなタイミングっていうのは、まあ、当然企業業績が落ち込んでいくと。 でまあ、いわゆる株価というのは、いわゆるあの、まあ、日経平均とかですね、あ,のあとトピックス、東証株価指数ですね、まあ、特にこういったものって、景気の先行指数というふうに言われています。株価が下がってすぐに、皆さんの多分あの給与が下がったりとかってこと、すぐにはないと思うんですけれども、まあ、将来的に景気が悪くなるんであれば、皆さんの収入が悪くなる可能性っていうのも当然出てきます。まあ、基本給はですねあの減ることっていうのは、基本考えづらいと思うんですけれども、賞、ま、与、あ、とかですね、昇、まあ、給がしづらくなるとかですね。 まあそういうことは十分可能性としては出てきます。つまり、ライフプランの皆さんの変化っていうのはですね、起きる可能性も十分出てきます。ということは、今もし皆さんが受け取っている優待というのが、もしかしたらそういったライフプランの変化によってメリットがなくなるっていう可能性も当然あります。まあ、当然皆さんですね、優待内容っていうのはデメリットっていうのは特にないはずなんですけれども、まあ、メリットって何かって考えて投資していると思うんですよね。で、その中で、じゃあ、 それが本当に将来も使うものなのか、短期的なものなのか、どうなのかとかですね。まあちょっと今だけではなく、将来っていうのを考えておくっていうのがポイントになると思います。なので、まあ優待銘柄を選ぶときっていうんですね。単純に今、これいいねっていうだけじゃなくて、今後どうかなっていうことも考えて、もとで選ぶべき。まぁ、あ、長期的なメリットですね。これは、当然、優待の方が、もちろん、あの、まあ長い方がですね、今、長く株持ってる人の方が、優待内容が良くなってるっていうのもあるんですけれども、 まあそもそも株式投資なので長期投資っていうのを前提にやっていただいた方がいいですし、単純にですね、今だけのメリット、まあ、今年どうかっていうのではなくてこう、それがです、ね、ずっと続いて、まあ、たできればもう5年とか10年とか、もし長い間メリットを受けるとどうかなっていう、そういう目線を持ってですね、うまく使っていただいた方が生きるんじゃないかなというふうに思います。もちろん、優待の価値は一つそれぞれになりますので、あの自分的なこう楽しみのためにとか、そういうのももちろん全然いいと思うんですね。経済的な メリットだけを考えて、優待を選ぶ、それも一つなんですけれども、まあ、単純に何、ね、かこう自分が楽しみなものが届くとかですね、ふ、まあ、普段何かやりたいものに関しても、なかなかお金出せなくても、優待だったらできるとかですね、まあ、いろんな方法あると思います。自分でゃ使わないけど、誰かにあげるとかでもですね、まあ、そんな、その優待の価値観というのは、人それぞれではあるんですけれども、まあ、できればです、ね、そもそも優待銘柄がこう株式投資ですか、長い目線でメリットがあるものをぜひ選んでいただけたらと思います。 最後にお話ししたいこととして、まあ、いわゆる波乱相場っていうのは、まあ、これまでと相場が変わる可能性っていうのをぜひ考えていただけたらと思います。優、ま、待、あ、投資もですね、長期的な目線で慌てずに行うこと、これ何度もこの今、動画の中でもお話ししたと思うんですけれども、まあ、短期的に優待が欲しいから、優待を投資するっていうのはですね、あまりお勧めでは正直ないかなと思います。 もちろんですね、優体が欲しいからということで、いわゆる優体クロスとかつなぎ売りって言われるもので,ですね。優体だけ取りに行くっていうやり方もあります。そういう方はですね、あの、そういうのをうまく結構、ちょっとしたテクニックですけれども、あの、使っていただいたらいいと思うんですけれども、もし長い目で、あの、有体を持っていくんだってことであれば、今回の動画でお話ししたようなところっていうのは、ぜひポイントとして押さえていただけたらと思います。ただですね、この優待に関して、買うタイミングとかって考慮するときに、確かにですね、 あの、9月とか3月になると、まあ、優待目的でお金が入ると、まあ、実際にどのぐらい入るかっていうのは、まあ、具体的なデータは、あの、ないかもしれないんですけれども、まあ、別にそこで買わないといけないわけではなくて、あの、これをいいなと思ったものがあれば、別にその、兼業地理が近づいたから買うんではなくて、それを狙っておいて、あの、いいタイミングがあれば買うぐらいの気持ちで見ていただいた方がいいかなというふうに思います。 あくまで優待投資も長期投資というのは基本になってきます。もし単純に優待だけが欲しいんであれば、先ほど言った優待クロスとかもご利用を検討しながら、優待を楽しんでいただけたらと思います。最後まで動画の視聴ありがとうございました。今回の内容が皆さんの資産運用のお役に少しでも慣れたなら幸いです。この動画の元となった記事は概要欄にリンクが貼ってますので、よろしければそちらもご覧ください。もしこの動画の内容良かったと思ったら、高評価やチャンネル登録をしていただけると大変ありがたいです。 また次回の動画もご覧いただけると幸いです。本日は最後までご視聴ありがとうございました。